お二人に楽しいパフォーマンス見せていただきましたけども、はい、もう今年はですね、うん、なんと日本にお住まいのトンガ人が大集合いたしまして、うわ大集合、うわすごいですよ ね、 大集合ね、本当日本中のトンガの方々に声をかけていただいて、各地から大集結した21人の皆さんで華やかに踊っていただき、さっきからこの辺うろうろしてた子供たちがこの子供たちだったんですねなしこちと戯れてますけどね、演目でタウオルガっていうんですけれども、うん、王様の前ですとか結婚式などの特別な場所で踊るダンスだということです。 そうなんですか。それでは永田リスさん率いるトンガ王国の皆さん、よろしくお願いします。Thank you.
ありがとうございます。ありがとうございました。リセさん、お話聞いてもいいですか。前行きますか。あ、子供たちももうちょっと残ってたら。そうだね、せっかくだから ね、みんなに顔見して。邪魔にならないとこ、まあ、いい匂いなんか。本当だ、政治のほうがいい匂いですね。はい、ということでお越しいただいております。去年もね、はい、このステージに出ていただきました、永田理瀬さんです。拍手。永田って、ね、繰り返さないでください。去年とお客さん違ってますからそうですね。そうですよ。いや、ありがとうございます。日本語がお上手で、またね。理瀬さんはどこに住んでるんですか。私はあの、いわき市常磐。常磐常磐に住んでますよね。リーダーで、そう、今日はね、あのトンガの皆さんたくさん登場していただきましたけれども、皆さんをこう集めるのは大変じゃなかったですか。大変なことは大変だったけれども、やはりこう皆さんがいわき市この復興祭が一日も早く復興することを聞いていたら、あの、はい、行きますなっていうふうに協力していただきまして、でそれにはあの去年は初めてトンガ大使、大使館が初めて日本にできましたので、その大使の協力のと、あとはトンガ首相の孫たちが国を代表して協力してくれました。トンガ首相の孫たちがさらって言いました。失礼しました、本当に申し訳ありませんでした。ちょっと孫たちに話聞いてもいいですか、ね、孫たちちょっと前に。日本語は大丈夫なんですか。お、大丈夫。日本語できる方。じゃ、好きな食べ物は何ですか。リンゴ。リンゴ、ありがとうございます。何が。カレーライス、美味しい。バナナ。バナナ。おおおお。リンゴ。リンゴ、リンゴ大人気だね。リンゴ。リンゴばっかりじゃない。リンゴかわいい。寿司。寿司、ありがとう。最後もリンゴってきたらどうしようかと思った。ありがとうございます。好きな食べ物は。納豆。しかし今日もテカテカで髪の毛くっついてますけど大丈夫ですかこれ。いや大丈夫ではありませんけれども、後でちょっと1リットルのシャンプーをお借りして何をこれ体には、はい、何を体に塗ってるんですか。これはヤシの油で。ほう、これなんで、どうしてですか。これはおとりの時に正式にというか、今からあそこ油を最後に塗らないと正式な衣装には、うん、ああ、そうなんですか。衣装も手作りだそうですね。はい、先ほどまでそこで、さっきまで作ってたの。さっきまでギリギリの作業じゃないですか。足りなかったので。ギリギリの作業じゃないですか。の皆さん のどうしてもこういう手作りとか凝ったものにこだわりまして、でそれにいわきといえば自然にあふれてますので、そうですよね。それを皆さんにアピールしたくて、うん、頭にはお月見みたいに。そうです、これはトンガと日本の自然のものを。あ、そうなんですか。わー、ありがとうございます。融合させていただいたんですね。でこのヤシの油を塗ることで全てが衣装が完成ということですよね。で油塗るのも大変なんだよね。でもあったかいですよ、触ってみる。結構です。はい、ということでね、皆さん今日は日本全国からねお越しいただいたということで、ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。トンガ王国でした。トンガ王国ね、中には本当に今すぐ伊勢ヶ浜親方に紹介したような方もいらっしゃいましたけどもね。強そうだよ、ね、強そうですよ。ねえ、うん、さあ続いては参ります、はい、ハワイ州カウアイ郡からお越しいただきました、はい、カウアイレインボーグループの